ロドリゴ文、メッシ即地弁化するも発言が小物すぎた WWW。メッシとロドリゴの対話が報じられる。暴動が起きたため、アルゼンチンチームがロッカールームに向かう際、プチドリゴがメッシに言った言葉、この臆病者ね。レオメッシ、我々は世界チャンピオンだ。発言に気をつけろ。そして試合はアルゼンチンが勝利して、ブラジルは6位になってしまう。メッシに何一つ勝ってないのに言える、度胸 WWW。ロドリゴは過小評価なんだよな。メッシさん、ブラジルでマドリーの選手だから、容赦なくて草。ロドリゴって昔は、高青年だと思ってたけど、CL でボール、吹っ飛ばして、近辺でに取りに行かせたりしてて、普通にヤバいやつ。ちゃんとメッシを守るでパウルたまらん。ブラジル代表じゃなければ、レアルの弓を切れない男。メッシの返しがラスボスすぎて草。元同僚で、キャプテンのマルキーニョスがすぐ、メッシに謝りに行ったの大人だった。セレソンの10番を背負っても、小物感が消えないロドリゴくん。メッシとロナウドを前にして、溢れる奴ってもう理解できない。ネイマールに怒られるぞ、WWW。ロドリゴにブラジルの10番は2が重すぎる。ロドリゴって出てきた時は衝撃的だったけど、早熟だっただけ。明らかに成長が止まってる。でもこの若くてとんがってる感じ好きよ。君はロナシンの鏡だ、よく言ってくれた。世界チャンピオンって言っても、ヤオチョウ PK ばっかりだったし、優勝させてもらっただけだろ。サッカー界のメッシリーキがクソすぎるから、このくらい言ってくれて嬉しい。W-MVP はエンバペだし、バロンドールはハーランド。ロドリゴのこの発言はスッキリする。メッシにこのくらい言える、メンタルは大切だと思う。ロドリゴが神に喧嘩売るのはまだ100年早い。単純にブラジルの選手の小物感がすごい。特に FW。今のブラジル見てるといかにネイマールが優秀だったからわかる。やっぱブラジルはネイマールいないと花がないな。